こんにちは、時間堂動画日記、今日は8月の1日、千秋楽終わって、ちょうど掃除機かけ終わりました。フロアがペカペカです。次来る人たちはきっと気持ちよく使っていただけると思います。ついに大阪公演終了しました。もっとやりたかったのが正直な気持ちですが、たくさん、見てもらたくさんのお客さんに来てもらえて、ありがたいお言葉とか、いろんな自分の新しい発見とかいろいろあって、面白い、やっぱり面白い回でした。また戻ってきたいです。じゃあね、またお好み焼きこれから食べに行きます。